女性個人多分止まってた車かな、どこ行ったかな、マフラーを、それとなんか車が 1,2,3,4 台ほど今来てますね。向こうの方かな。ヘッドホンつけて聞いたら分かります、本当の音が出てくるので、ボリューム最大にしたらよく聞こえますよ。組織的な犯罪の方、本当は行政指導を何回かされているはず、春山聖骨に。昔も。だから一回行政の持ち物になってるはずなんだけども、ハリキューマッサージっていうものは政府を認めてないから、すぐに閉じなきゃなんない。政府の末端の窓口の人間とかは、認められてないっていうことを分かってない人たちが多かったっていうことですよ。で、介護を無理やりくっつけてきた。で、この辺りに、こういうふうな介護施設は必要はなかったっていうことです。